本日紹介させていただくのは仲間由紀恵さん。素晴らしい方ですね。仲間由紀恵さんは生年月日1979年10月30日、出生地沖縄県浦添市、身長160センチメートル、血液型 A 型、家族兄3人姉1人の5人兄弟の末っ子。父は遠洋漁業の漁師だったため、一旦漁に出ると数ヶ月会えない生活が日常であり、無線で会話するのが楽しみだったという。上から3番目の兄は自衛官、既婚者で、陸上自衛隊北熊本駐屯地に勤務しており、東日本大震災後、救難・復旧活動のため被災地の宮城県へ派遣された。趣味・特技普通自動車免許、スキューバダイビングと2級小型船舶操縦士の資格を持つ。特技は琉球舞踊で、技能は師範代レベル。水泳が得意。趣味はドライブ。エピソード。日の出女子学園高等学校出身。トリック完結後の堤幸彦、阿部寛の座談会にて、収録前に行われていたマジックの練習が大嫌いだったと語る。また直子役は14年演じ続けてもわからないことだらけで、コミカルな芝居をするときは気負わないようすることを学んだという。唇をパッと鳴らすのが癖で、これはトリック新作スペシャル2の決め台詞でも使われている。これからも仲間由紀恵さんの活躍を期待しましょう。いかがでしたか？このチャンネルでは女優、アイドル、モデル、有名人などを紹介しております。よかったらチャンネル登録お願いします。